皆さんこんにちは、アシアです。ロザリです。こんにちは。ずっとこの方にインタビュー実はしたかったんですけど、今日はいよいよね、もうロザリーズ名前からもう名前のファンですね、名前が素敵で、そしてロシア国籍だけど何人ですか？そう、バシコルト人、バシキル人、バシキル人バシキル人ですね。バシキル人とタタル人って近いんですけど、タタルスタンがあってバシカルタスタンがあって、私が生まれ育ったチェラビンスク州ってあるんですけど、私はタタル人だけど一応おじいちゃんもバシキル人で結構馴染みがあって、タタル語もバシキル語も近いね。そうですね。私がなんか誰かバシキル人と教えたらよく、あ、タタル人かなってバシキル人よりタタル人の方が知られてる。そう。じゃあロザリアは日本の最初何に興味持ったんですか？そうですね、私が、歴史が大好きで、歴史、そう、日本は何でもなんか興味があって、日本の歴史でも文化、料理、アニメ、ドラマ、J-ROCK、なんか私がとてもなんかこんななんか国のいろいろなところね、面白いと思って、何でも好きです。そう、なんか全部日本のこと好きになって、ホビーのようなとかね、友達がなんか私が小さいアニメクラブになって、アニメ、あるあるある。そうですね、私が大学の時は後輩たちとも一緒にアニメ学級とかアニメ漫画が興味あると、日本に興味あると一緒になんかサークルになったのような、サークル、それ、そうそう、サークルで、アニメだけではなくて本当に日本に旅行したい時、日本語も、一緒に料理を作ったりとかって感じで、日本の音楽とかも、そうですね、好きだった、はい、何が好きだったとか？一番好きなジーレン・グレイですすごいビジュアル系ね。そうそう、ジーレン・グレイの、ね、モスクワのショーを見て、あ、コンサートあったね。コンサートあった、はい、いや周りにね、友達結構好きな人いた。私はジーレン・グレイそこまで好きじゃないけど、まあ知ってる知ってるX ジャパン、あ、X ジャパンね、はい、X ジャパンすごいね、人気だったうん、はいはいはい、そうだね、聞いてた、昔、本当に昔、懐かしいね懐かしい、そうですね、そう。じゃあロザリアは、日本に来て今何年ぐらいですか？今のロザリアめっちゃ綺麗だった。え、ロザリアそう、日本は2年半。2年半、はい、最近ですね、比較的。そうですね、はい。それはどうして日本に来ようと思ったんですか？ずっと私がね、大学の時代の時はずっと夢だったんですけど、そう考えて、私今一番やりたいことをしたいだけで、夢の、ずっと思ってきたの夢は、人生の中に一回、やってみてとちょっと心落ち着いて、で後でもうちょっと他の新しい夢目指すとかの感じに、そう、この、日本の間に私中国に4年間、あ、中国にも、はい、住んで、そう中国は大好きだから大好きでめっちゃ楽しかった。そしてでも3年間になって、やっぱりなんか新しいことを学びたいというか、自分はカンフォートゾーンで、全部今うまくいってるって、なんかあまり成長、はいはいはい、できないだからと思ってすごい、なんかそういう感じで、なんか日本のことね、行きたい、勉強したいと思って、日本語、中国にいた時はスタートアップでチームの、なってスタートアップをやって、そのプロジェクトのようなも終わったら、中国のいろいろなところを旅行して、ここまだの残ってほしいの感じになったから、そういろいろな仕事やってみたんですけど、だいたい英語の先生、英語の先生の仕事をやってきた。ちなみに中国語じゃ喋れたんですか？それはちょっとちょっとしか難しいね。日本語も中国語もちょっと漢字はね難しいと思って、私は人と話すとかね大好きだけど、ちょっと漢字も難しくて、私中国語で
タクシーとかね、店で全然普通に話せますけど。ああ、じゃあ普通の生活とかは。そうですね、なんかみんな英語で話してとか、外国人の友達が行くて毎日英語で話してとか、そう、ね、もちろん日本語と比べて中国は、中国語、より日本語の方ができる。そうですね、そうと思いますね。そっか、中国語やっぱり難しいからね、4年いても、でもちょっと待ってください、その2年半日本にいて、日本に来る前に日本語は勉強したんですか？あ、そうと思ったんですけど、あまり普通にひらがなもあまりそんなにできないし、だいたい私がね、聞いてちょっと分かることにあるかもしれない、そしてちょっといろいろな言葉分かるんですけど、でもなんかあまり話してとかはできなくて。じゃあもう日本に来てから日本語を本格的に学び始めたってことかな。そうですね、はい。いやちょっと上手すぎない今の、全然全然まだまだです。すごい、収録する前ね、録画する前ね、なんか私の日本語心配だなって言ってたのに、もうペラペラすぎて私もびっくりしてるっていう。全然、本当に全部先生たちのおかげで、本当に私の日本語学校ですごい楽しかった。あ、日本語学校でも2年ぐらい、ね、本格的に。あ、そうですね、もともとなんか1年で大丈夫かなと思って楽しくて、全部2年にして、そう、なんか学生の生活もちょっと楽しいだから。確かに、そう、みんな私のことちょっとおかしいと思ってきて、私がずっときれいにして学校にいて、メイクアップとかね、そして学校でみんなと話したりとか友達作ったりの感じで。日本にこの2年半住む前に旅行とかでも来られたことあるね。そうですね、初めていつ来たとか。そう、初めて、4年前かな。あ、5年前かな。そう、初めて、もっと友達と一緒に行こうと思ったんですけど、ちょっと友達が都合が悪くて一人でなって、東京しかどこで行けなくて。一人で日本旅行。そう、一人でって。でも東京本当にいろいろなところ行きたくて、またチャンスがあると思って、ずっと東京の中にいろいろなところ行ってて、そしてその後で勉強の前はいろいろなとか学校とか先生たちと会いたいと思って、もう一回来て、もう、そう、2回。そうなんだ。その初めて旅行に来た時の日本の印象はどうでしたか？なんかずっと日本に行くの夢って言ってたけど、その想像してた日本と実際の日本っていかがでしたか？そうですね、めっちゃ楽しかった。ちょっとなんか電車とかね、都会なんですからですね、ちょっと例えば私新宿行きたいと思って、そんなに夢のところは新宿の、私がその時は原宿の方がホテルだったから、ずっと歩いて行って、私なんか散歩とか好きだから、今バス停の ところに行って、これは新宿かなって、なんか普通かなって思って、そう、なんか、バスターミナル、そう、バスターミナルのところで、はいはいはい、これ新宿かなってちょっとわからなくて、そう、ちょっとね、私が、今はもう一人で旅行慣れてきたけど、その時はちょっと寂しかった。そう、でももちろん面白かった。全部思ったよりだったですね。思ったより？そうですね。よかった。日本は良かったです。はいはい。ちょっと頑張って難しかったね、旅行は。京都、大阪、今年の春で、アメリカ人の友達と一緒に旅行して、そして一番初めて私旅行したのは、神戸だった。でもその時は神戸のことをね、肉しか分からなくて。神戸牛。そうですね、行ったらめっちゃ綺麗な街で、海も近いし、そう、すごい楽しかった。淡路島のところ行ったり、でも全然私準備はそういう海とか、なんかこういう海っぽいの旅行の準備しなくて、ちょっとそう、でも楽しかった。そう、日本の生活は実際どうですか、2年半住んでみては。今はね、大体全部の生活の経験は日本語学生の生活から、ちょっと別かなと思った。はいはいはい、それが残って、もっと本当の生活はなんか社会人になって、社会人の感じが分からないと、ちょっと日本の、例えば私はロシアに戻っていってもね、日本はどうだったって、私はなんか日本語学生の立場から見るのことしか分からないと思います。そう、でももちろんなんか
楽しいけど、いろいろな、私が都会が好きのはギャラリーとかもショーもいろいろあるからね、公園とか、うん、そとあの東京からはなんか電車でどこでも行くって、うん、あのそれは楽しいですね。都会はね、生まれ育ちは結構田舎。あ、そうですね、はいね、バシカルタスタンの田舎の方。そうですね、田舎の方、あの、うん、バシカルタスタン、バシカルタスタンの南の田舎はめっちゃちっちゃいの、私のあのね、今は700人ぐらいだっけ。700人の町、うん、は町というか村かな。そう、田舎の田舎です。すごい、700人は少ないね。そう、自分のところより、うん、そう、両親はまだそこに、ま、住んでいますね。そして私が子供の時ずっとあの、うん、動物の面倒見てたりとか、お世話したり、牛とかね、羊と、うん、そういう感じね。ジャガイモをね、ロシア人は。そうそう、ジャガイモ作ったりね。そうそうそう。そう、日本の食べ物とかはどうでしたか？そう、大好きですね。何でも大好き。そう。あ、ロシアにいる時もなんか自分でなんか日本っぽいの料理作ってみたりもことあるね。何作った？なんかお寿司のようなとかね。そうそう巻いて。そうそう、全然違うですけど、やっぱね、はいはい、日本のなんか商品とかで、ね、作る寿司を作るのは結構ね、夢いろいろなところあったんですね。うん、そう、そして日本の料理美味しいです、好きです。なんか大好きと一番好きな料理と思えばいろいろな出てくるとか、寿司もうどんもたこ焼きとか、うん、そう、なんかおいしくて毎日食べる、おいしい、まあ、例えば私ピッツァも好きなんですけど毎日食べたくないね、うん、あー確かに。そうピッツァも毎日、そうそう、日本料理大好きですね。え、一番は何が好きとか。寿司かな、寿司、やっぱり寿司です。やっぱり。そして例えばロシアはなら絶対ね、生卵は食べれないだから、うんうん、食べない。そう、なんか危ないのことではなくてちょっと嫌な感じだったけど、うん、で日本は初めて、まあ日本のこの料理あれば食べてみようって、うん、そう、温泉卵からちょっと食べてみて試して、そう、あとで今全然大丈夫、ご飯も卵ご飯も美味しい。それも生卵、そう、生卵のかけたご飯。そうそうそう、まあ確かに温泉卵、ゆで卵からちょっと徐々にちょっと温泉卵もっとゆるい何か生卵にたどり着く。日本人はどうですか？日本の人は。日本人はね、日本人と友達がね、友達になりたいんですね、うん、本当に本当に、うん、なんか、うん、日本語上手になってくれて、なんか日本人の友達が、うん、あ、できると思って思いますけど、うん、でもやっぱり難しい、特に都会ならね、みんな忙しいですね。あんまりできないんだ、日本人の友達。そう、あら悲しい。なんかいつでも電話して今日はちょっと悲しいとか、ね、聞いてくれるような人とかね。そう感じで、分かる。そして今日天気がいいって ピクニックとか行こうとか、いつでもなんか連絡してもなんか、あ、いつでも OK という感じに欲しいです。確かにそこまでは難しいね、日本人でも距離感はあるから、ね、はい、いきなり電話してっていうのはね、ちょっとなんか迷惑みたいななっちゃうね。そうですね。え、でもなんかそれちょっと言っていいのか、あのお仕事柄、子供たちと、日本人の子供たちと、そうそう、シッター、うん、今ベビーシッターみたいなお仕事、はい、でいつも子供たちと喋ってる。そうですね、日本語も英語も話していますね。いや、それこそすごい多分日本語の勉強にもなってるよね。確かに私が初めてなんか日本語、練習になるの、うん、私の一番のは2歳の男の子だった。私がこの、幼稚園も帰って帰り道で、あの勉強したことは話して見たんですけど、そう、本当にその時は、あ、本当にその男の子もちょっとね難しかったね。ちょっとこれから、あ、その時はあまりちょっとシャイで、うん、そう、私が分からないでも教えてくれるの、いろいろな、なんか、あ、日本語の文化についてとかね、いろいろな聞いてくれるだからね分からないでも、そう
そう、そのおかげで時々ね赤ちゃんの日本語になっちゃう。でも今は大丈夫だけど、なんか子供の日本語になっちゃうの。そうですね。例えば、例えばなんかポイしてきてとかね。そういう感じで、とそうか、逆に私は日本人の子供とあんまり喋ったことないかもしれない。そうなんですか。あんまり機会がないじゃないですかね。確かに、確かにそうです。うん、まあ、こういったね、いろんな国で、まあ、中国も日本に住んでみて、それはどうでしたか。そうですね、私にとってはとてもいい経験になって、うん、私がなんかこんなチャンスがあって本当にありがたいな気持ちで、何、うん、でも私のロシアと私が慣れてきたの文化とかね、違いがあればそれが分かって、うん、あーなんか、あー、そして文化の違いを受け入れて、その違さは面白いとか、うん、綺麗いところを見つけて、うん、そう自分がもっと世界は広がってくるって、うそういう感じで、本当に私がなんかみんな優しくて本当にありがとうと思いますね。私の自分のことは外国人であまり感じてないの感じになってから、そうですね、すごいね。それが とても好き。なんか心配しないで普通になんか幸せでなんか生活できるってとてもいいと思います。深い。多分なんかバシキル人もまたタル人も遊牧民だから、なんかいろんなところ住んで、また移って違うところ住んで、はい、なんかそういう感じで、ロザリアも。そうですね、私もロシアはね、結構4回引っ越ししたんですけど、そう。じゃあこれからも日本に住みたいと思いますか。まだなんか経験がね、足りないと思います。うん、なんか社会人の経験をしたい。そうですね、日本語学校は楽しかったんですけど、またね、それだけでこの人間で考えて、じゃあこれでいいってなんかまだならないかなって、まあ、ちょっとよく考えた方がと思いますね。はいはいはい、今日いろいろ話してくれてありがとうございました。はい、ありがとうございます。パカ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 。あ、バシコット語で言ってみようか。うん、じゃあなんだって、ハウボルハーフ、ハウボルハーフ、ハウボルハーフ。